そろそろスチームノヴァの下に着くけど、ここまでは強敵の襲撃はなかったね。ああ、拍子抜けだな。もっと手応えのある奴らが襲ってくると思ったんだけどな。ヨウ・ゲイマ、船の中までお預けか。しかし、船の中は強敵だらけかもしれませんわ。油断していると足元を救われますわよ。するでござるよ。気を取り直して行くでござる。皆さんは冷静さや注意力が足りませんわ。ここはすでに敵地。常に気を張っていなければ、急な襲撃があったらどうするのです。俺の体は無意識のうちに気配を探っている。常に臨戦態勢だ。まだ足りんでござるか。まさか拙者の忍者の適性がここまで強力とは。自分を捨て使命を果たすでござる。いざ。まあまあ二人とも、そんなに気を張ってたら本番前に疲れちゃうよ。せっかく敵もいないんだか。待て、なぜ無視をする。おかしいでござろう。何者ですか。最初からいたでござる。意味深に、わけありげに、怪しげに、いかにもな雰囲気を漂わせて立っていたのに。すまん、俺は記憶を失っていてな。関係ないでござろう。さすが拙者、見事なまでの存在感のなさだが、これでやっと名乗れるでござるな。あれこそは、声が小さくてよく聞こえなくて。あの、名乗るときはもっとこう胸を張って、アスカ、舞い忍びます。こんな感じ。なんて優しい少女でござるか。あ、アスカ殿は天使のようでござるな。拙者、今の言葉を励みに頑張るでござる。そんな大げさな。でも、頑張って。我こそはスチームレギオンの資格にして豪商アフィモージャ様に仕える忠義の忍者、ステマックス。ステマックスさん、やればでき。おい、資格敵じゃねえか。何仲良く教えてんだ。それにお前ら常に気を張ってたんじゃなかったのか。バ
バカな。俺に気づかれずに接近するとは。貴様も忍者か、かなりの使い手と見た。ええ、さすがは刺客。まさか私たちに察知されずに近づくとは。改めて気を引き締めましょう。ん？いや、その拙者は何もしてないでござるよ。待つでござる。拙者に注目されると。恥ずかしいでござる。なんだこいつは。お前が注目されるよう名乗ったんじゃねえか。今アフィモージャスって言ったか。何者だ。そいつも忍者なのか。いや、確か金のためなら何でもやるって豪商で、あまりに悪どい稼ぎ方をするものだから、鳩の国の出入りを禁止され追放されたはずだ。そのアフィモージャスがスチームレギオンに加わっていると。あ、アフィモージャス様は宣伝隊長金庫番としてラツオンを振るっておられるでござる。拙者がアフィモージャス様から与えられたの任務は、ここでお前たちを足止めすると。聞き取りづらい。ステマックスさん、さっきの勢いを思い出して。アスカ殿がついているのでござった。アスカ殿、もう安心してください。敵に塩を送られないと話せないのに、まともに戦えんのか。心配無用でござる。拙者は長年のストーキングから、貴殿らの弱点はすでに見破っているでござる。何？俺の弱点だと？ぜひ教えてくれ。俺は自分に関することを知りたいんだ。今の拙者は真摯教えるでござる。それは貴殿らのけしからん巨乳でござる。けしからん巨乳が邪魔で足元が見えないのでござる。けしからん？え？あ、確かに。うん、足元って見づらい。そんなことですか。今更ですわね。それなら私たちにはそんな姑息な手の通じない頼もしい仲間がいます。ええ、その通りよ。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた狂戦士。私は怒ったぞ、ステマックス！忍者ステマックス、参るでござる。くらいなさい、くらいなさい。へごめん。もらった。それ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 。やっ。くらいなさい。この術で。
拙者の忍術が通じないとは。かくなる上は、上は、くそ、これでも食らうでござる。こんなもん聞くか、てめえぶっ殺して。ブラウン、どうしたの？これ、これはハレンチ合衆ですわね。際どい格好のコスプレ美少女がいっぱい。作者はゴスマロ、有名絵師ですわ。ベール、冷静に分析しないでよ。くだらない、そのまま捨てておきなさい。もう手に入らないものもありますし、捨てるには少々もったいないですよね。それにノワール、そう言いながら一冊手に取っているではありませんか。これは違うわ。どんな服か少し気になっただけよ。この派手な服装は何だ。しかも薄着、下着すらない。これは新しい忍び装束か。コスマロはそういう風に見える作風が売りですわ。履いているのかいないのか、つけているのかいないのか、でもないように見えるという。今がチャンスでござる。これにてごめん。ちょっとみんな、逃げられちゃったわよ。手裏剣でもなく、こんなハレンチのものをばらまくなんて。私たちでこの本を処分しなきゃいけないじゃない。だな。参考資料ってわけにもいかないしな。どう処分するんだ？ゴー、お前ならどうする？ここに俺の記憶の手がかりがあるかもしれない。さすがにそれはないだろう。ええ、マックールがどんな記憶を失ったのか気になってくるわね。それよりも、この画集どうするの？考えても仕方ないわ。ささっと燃やすわよ。しかし見事に足止めされてしまったわね。